今年ね、初めてのことにチャレンジしようと思って今準備して作業してるんだけれども、それが何かっていうと、さつまいもの苗を作って、自分で苗を作って育てて、でさつまいもを育ててみようかなと思って、やっています。でまずその第一段階の作業としてやってるのが、下でやってるんだけれども、お湯沸かしてました。お湯今ね37度だね。37度、映ってるかな、37度ぐらい、40度前ね。でなんでこれやってるのっていうと、農林水産省のページ調べてもらえば分かるんだけど、さつまいもの育苗お湯って調べてくれれば出るんだけども、農林水産省でも推奨してるのが、48度のお湯に40分ほど浸すと芽の出が良くなりますっていうのがあってね。そう、このお湯に浸すっていう作業をしたことがないのさ。研修先、自分で苗を取るってこともしたことないんだけれども、研修先では苗取ったのね。その時は冬寒さに当たらないように、寒さに当てるとさつまいもって腐って悪くなりやすいから、まあ断熱して発泡しおるともみ殻に入れて保管して、春になったら伏せ込み、まあ土に埋めて、サーモス電熱線で温めながらビニールで覆って苗を取るっていうことはやったんだけれども、このお湯につけるっていう作業をやったことなかったんで、まあ、せっかくだからやってみようと、初めてのこと、まあ、そんなにいっぱい苗必要なわけじゃないから、庭でちょっと取れれば自分で食えればいいだけなんで、売るつもりはないんで、それでやってますけれども、だからせっかくだからお湯やって、ね、農林水産省が言ってること本当なのかどうかを試してみようと思って今作業してるのね。やっと40度だ。もう少し待たなきゃダメだね。吐く息白いね。まだ寒いな。それで今ね、48度になったね。出すとすぐ下がっちゃうから見せられないけど、48度になりました。ね、48度。でここに芋を入れていく。いや、本当にいいのかな。結構熱いよ。ね、熱めのお風呂って感じだけどもさ。こうすることで芽が出やすくなるっていうから、よいしょ、でこのくらいでいいべな、うちのサイズだと。よいしょ、で温度は、まあ、47度までいったかっていう感じで今ね、40分間置いておきたいと思います。お湯につけてる間に、鉢っていうか温床の準備をしようと思うんだけどもね、農林水産省に書いてあったのは落ち葉とかを下に入れろってことだったんで、庭にある落ち葉、まあ堆肥もちょっと混ざってるけれどもね、入れてきました。発泡シロールに、発泡シロールで断熱しろってことなんだね。でこの上に、伏せ込みするときの土を入れろということです。まあ、要するにこの下で発酵熱でいくらか温めて、その熱で温めながら、育苗をしなさいっていうことだと思うのね。まあ、踏み込み、温床ってのあるから、これを踏み込んで、グッグッグッと、まあ、踏み込むのないから、ちょっとこれでいいか。こうやって踏み込んで固めて、微生物の発酵熱、ね、これによって、この熱によって、さつまいもの温度を保って、で、苗を作りなさい、というのが、農林水産省のホームページに書いてあったやり方です。その通りにやってみようかなって。もう少し入れた方がいいかな。もう少し入れてくるか、これね、もう少し入れてくる。追加で入れてきました。もう少し踏むよ、これ踏むっつうか押し込んで潰して密着させて、この中鉄くず入ってるからチャリチャリになるな。実際にね、これで米ぬかとやって、またやって、落ち葉やって、米ぬかやってって踏み込みやって、その発酵熱で、卵を取りながら育苗するっていう踏み込み温床っていうやり方もあるんで、それと同じだろうな、と思います。まあ、農林水産省のホームページだと油かす入れろっていうのもあるけども、米ぬかでもできるし、で、今手元に米ぬかも油かすもないから、堆肥の土をちょっと入れてやりました。ね、もう十分微生物いると思うから、でこの上に、まあ、今回はちょっと買ってきた土を入れて、
組み込み、温床に、温床っていうか、苗床にして、ここでさつまいもを育てたいなと思います。残りの土は上にかぶせる土のために取っとこうと思います。でこれであとは温まるのを、時間が経つのを待ちたいと思います。時間になったんで芋を移していこうと思います。まあまだ40度以上あるから、まあ、40度は手入るけども、一応ね、よいしょ、あ大丈夫だあったけ、よいしょ、ちょっと隙間があるな、縦にこうやっとくが、まあ、こんな感じで、そしたら土を上から、ちょっと多かったかな、多いの戻そう。顔出てるな、よいしょ、よしと、これで、暖かいところ、風除室っていうガラス張りの玄関の前に、まあ、東北っていうか雪国のに特有のものなんだけれどもね、風が雪が入らないようにっていう風除室のところにこれを持っていこうと思います。お日様だってガラス張りなんで、ある意味ガラスハウスだね。そこに持って行って暖かくして芽が出るのを待ちたいと思います。今持っていきます。で風除室に持ってきたんだけども、あとはこれで、透明マルチがあったからね、適さないんだけども、本当はもっと厚手のやつがいいんだろうけども、とりあえずあるもので、よいしょ、このくらいだな。もうこれ使わないからさ、贅沢に、あ、カッターが切れない、古いカッターだから絶対切れない、ダメだな、軽く私の金やまいな、破って、よいしょ、感じでね、固定しておこうかなと思います。あとで今度この辺止めておくんだけど、テープとかでね。で45日から50日ぐらいでさ、芽が出るらしいんで、それまで大事に、保存しておきたいと思います。保温してね、これで様子見たいと思います。